ヨギボーWeリーグ第8節サンフレッチェ広島レジーナ対 AC 長野パルセイロレディース、まずは前半20分長野のプレー。この奥津のクロスボールに対して伊藤恵美合わせます。ですが最後は広島がクリア。この奥津から伊藤恵美というホットラインは今日何本も見られました。伊藤恵美今日は一つ前のポジションでスタートしました。さあそして中島吉野から中に持ち運んでグラウンダーのクロス、これ最後上野ポストに当たります。惜しいシーンでした上野。さあそして45分、ここも中島にボールが渡ります。中島今度はドリブル、自分で中に少し運んで切り返して、ここ跳ね返り上野が詰めていたんですけれども、このキーパーがわずかに触れた跳ね返り上野詰めていましたが、これも惜しくもポスト。さあそして今度は50分長野のシーンです。ここは中に自分で入っていきました。稲村最後は書き出されてしまいますけれども、稲村のこの前への推進力見せつけてくれるシーンでした。そして51分です。長野滝沢リオドリブルで仕掛けて自分で行きました。滝沢リオ反転して前を向いてドリブルで仕掛けました。そして広島川島からクロスボールが入って、ここはファーサイド立花がいましたが、わずかに合わず、しっかりと岡本もついていました。さあそしてフリーキック小川のシーン、ここはサインプレーになりました。中島からここはヘディング塩田、このシーンです。塩田ファーサイドから詰めていました。わずかに枠を捉えることはできません。そして92分、この小川のクロスボールに対してファーサイドからマスヤ、これはゴール枠を捉えることができずサイドネットを揺らしました。広島対長野の対戦でしたけれども、0対0で試合を終えております。両チームともたくさん見せ場を作った、そんな第8節でした。